生漢の音僧侶パゴダミアンマーの仏教では、ミャンマーの仏教について記述する。パガン王朝期の12世紀にスリランカからジョーザブ仏教が伝来した。彼らは東方へと共戦を広げ、東南アジアインドシナ半島におけるカミザブ仏教確立の基礎を築いた。他方で大乗仏教、密教ヒンドゥー教なども広く授与された。 18世紀に成立したコンバウン王朝では、六代目暴動パヤ王の治世で、ある1800年頃に、当時の首都アマラプラにてスリランカからの一行を迎え、国王隣席の元ジ授式が行われたことで、スリランカ仏教のアマラプラ派が成立した。1871年、ミンドン王の治世時に、新首都マンダレーにて、第五結集が行われた。若き日のレディサヤ道が研究。 教育を行っていたのも、ちょうどこの時期である。1886年、ビルマが英国に併合されたのを契機に、レディサヤドーは、モンユワ北部のレディにて、レディソーインを、設立、指導、教育、さらには、著述を行っていくようになり、その評判の広がりによって、1911年には、インド総督府から称号を与えられたり、1913年からは、 パーリ聖典教会と往復書館を交わすなど、ビルマ仏教、ジョーザブ仏教の交戦に貢献した。若き日のマハーシ・サヤドーが研究、研鑽を積んだのも、こうした英国統治下だった。1941年、日本軍のビルマ侵攻を受けて、マハーシ・サヤドーは、ミャンマー北部、シュワボーの西にある故郷聖君村のマハーシ総院で、瞑想指導を行っていくようになる。 1954年、物歴2500年を記念し、ヤンゴンにて第6結集が行われ、マハーシサヤドーが質問者と最終編集者を務めた。若きヒノパオセヤドーが学級生活を送っていたのもこの時期である。2012年頃から、ミャンマー国内の多数派を占める仏教徒と少数派のイスラム教徒との圧力、衝突が顕在化し、 世界的に報道されている。ミャンマーの仏教は、党によって近代における神座部仏教の改革、普及を主導する中心的役割を果たしてきた。ありがとうございます。